ドイツ2部のハノーファーは19日、先週末に行われたザンクトパウリ戦のサポーター投票に、ルチーム内、マンオブザマッチに日本、表 MF、原口元気が選出されたことを発表した。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、原口は16日に割れた、ブンデスリーガ2部第16節のザンクトウリ戦に、DF 室屋生と共に先発出場。その室屋らのアシストによる得点も含めて2ゴールを下駄が、チームは3-2で敗れる結果に終わった。口は投票で 96.96% という圧倒的得票を獲得してマ・オブ・ザ・マッチ選出。昨年10月の第5節フォ・トゥナ・デュッセルドルフ戦に続いて、今季2目の選出となった。前半に眠っていたチーム、それでもホームでの勝利に望みをつなぐ上で、大きな役割を果たした。個人として素晴らしい、フォーマンスを見せたと、クラブ公式ウェブ、意図は原口を評している。だが、原口の活躍も、地点獲得にはつながらず、ハノーファーは前節、での連勝がストップ。16試合を終えて7勝2分け7敗、5分の星で8位に位置している。両。